はい。先週作りました段ボールの棚ですね。一週間ぐらい経ってみたんですけども、結構ですね、あの、いいですね。有効活用できてます。あの、いろんなね、このフィギュアとかの,この空箱とかをね、置く場所がなかったんですけど、今ちょうどいい置き場所ができました。空箱はね、軽いんで、段ボール棚でもね、全然、 大丈夫かなっていう感じですねであとその横にやっぱり揺,揺れがちなんですけどもそこはあのこういうしっかりした本棚があればですね横揺れは防止できるのとあと縦,縦ね揺れが懸念だったんですけどもこっちの,あのしっかりしたあの本棚の方にですねここは段ボールだね穴開けてこう紐でくくりつけて、まあ、ある程度は縦揺れも防止できてるっていう感じですね。 まあ最悪倒れてきてもですね、一応空箱ばっかりで、時計の箱とかも入れてるんですけど、時計自体は別のところにあるんで、まあ最悪壊れても大丈夫かなっていう感じですね。ただまあちょっと一つね空箱じゃなくて普通にプラモデルが入ってるやつがあるんですけども、まあ、うん。ちょっとここはまたなんか考えたいなというふうに思います。ですが一旦、かなりですね、いい感じですね。 うん、作ってよかったなっていうふうに思ってます。段ボールだな。